ハッピーユーチャンネルの勝手にコラボ料理でお誕生日会。本日7月14日はかまど炭治郎の誕生日ということで、こちらの企画も第3弾となりました。前回の動画もぜひご覧くださいね。それでは早速コラボ料理の紹介です。かまど炭治郎の目覚めろ起きて戦え大葉のジェノベーゼ風パスタ3種のマリネを添えてです。今回もすっごいです。頑張りました。それでは詳しい料理の説明をお願いいたします。こちらは大葉を使ったジェノベーゼのパスタになっております。豆乳を使ったクリーム系のパスタになっています。炭治郎の緑と髪の毛の赤茶色かなをしめじとベーコンで全体的にイメージしてみました。パスタの種類はリングイネというパスタを使ってます。リングイネってもちもちしててめっちゃ美味しいよね。で、その下の赤と黄色とオレンジのマリネはパプリカと人参のマリネになります。こちらはヒノカミカグラをイメージして作りました。味付けには梅干しを使っています。このマリネのおかげでこのお料理がすごく華やかになるよね。素敵です。で、こちらがナスとズッキーニのマリネになります。塩昆布で味付けをしています。精神の核をイメージして作ってみました。なのでその手前に可愛い光る小人をちくわぶで作りました。で、下にソースがあるんですけど、パスタで使ったジェノベーゼのソースをマヨネーズと混ぜて作りました。このマリネを作る時に剥いたナスとズッキーニの皮を使って炭治郎の市松柄の羽織をイメージしてもう一個マリネを作りました。こちらは柚子胡椒で味付けをしています。このマリネが梅と塩昆布と柚子の3種類ですね。めっちゃ美味しそうです。イタリアンなんだけど和にしてみました。うん、素敵。お次はこちら。今回もデザートプレート用意しました。炭治郎の顔はすごいバランスが難しくて何回も描き直しました。特にどこが難しかった？髪の毛かな。いつもデザートプレート描くときは原作の後藤家さんの絵を見て描いてるんですけど、なんか髪の毛のバランスもすごい難しくて、アニメの絵も見ながら髪の毛をちょっと付け加えたりもして、まあなんとか炭治郎っぽく見えるようになったかなって感じです。難しかった。で、このドリンクなんですが、すいません、めっちゃ汚いです。もう今回は普通にメロンソーダなんですけど、家にホイップクリームもあったので塗って、まあなんか上に欲しいなっていうので熱って書いたらめっちゃ汚くなっちゃった。まあでもね、遠目から見たら雰囲気大丈夫でしょう。全然大丈夫です。勝手にコラボ料理第3弾は炭治郎でした。今回から料理のレシピや工程、デザートプレートが出来上がるまでの様子を別の動画でアップしているので、よろしければそちらもご覧ください。ぜひ楽しんで見てくれたら嬉しいです。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは炭治郎誕生日おめでとう。またねー。